考えたんだね、今ちょっとやめてよ、責任を押し付けるのBGM はそうやってる。リアルにちょっと悔しい、恥ずかしちょっと悔しくなったけど、全然それが気になって何も考えてないから絵描いてる、絵描いてる、そうなの、絵描いてますね。へえ、いきなりびっくりしました。趣味でどうですか。趣味で描いてますね。あのデザインフェスタっていうですね、ああビッグサイトでやってる、ああそのアジア圏ので一番でかい アートフェスがあるんですけど、それでなんか自分のブース出したりして、ウォールペイントしたりとか、そういうめっちゃ好きじゃん。そこをやってます。それでもじゃあデザインとかだって自分でやれそうです。あ、そういうのは、そういうのは、そういうのは、こういう方向じゃないくらい、そういう方向で、あの芸風がちょっと違うんです。ウォールペイントでちょっとどういうの、あの例えばこういう白い壁で系のメーターメーターみたいなのがあったとして、そこにもうあのスプレーやマジックやでダーッとっていうのをやってます。へえ、それも全部独学で。独学ですね。そんなんやってんだ、すげえ。それの活動のこの先のなんかないですか。何もないです。結構マイペースになってるから。マイペース。その絵をなんかインスタに上げたりとか。上がってます。じゃあそれもね、見てもらいたい。見てもらいたい。そっち方向からの仕事。仕事をね。仕事仕事でなんか今度なんかブースにやるときに後ろで演奏みたいな。全然ドラムが。才能、デザインの才能っていろんなとこで活かせるから、絶対この先のね、バンドとしての活動の中でも多分使う場面出てくると思うんだよな。平田さん、そうですね、3つもやってるんだよ。3つしかも、本当4つやってないんですね。いや、4つ目を準備してて、あれ、あの今、チャンス君と一緒にノイローゼっていうグラスメタルバンドをやってるんですけど、すごい、はい、で、そこで、まあ、リーダーギターボーカルやっている、はい、まあ、関亮太っていう人物がいるんですけど、はい、彼と一緒にあの全然バンドサウンドじゃないヒップホップだったり、ルーツレゲエだったり、もうそのなんか音源ごとに音楽性を変えていくような、それこそバンド活動では表に出せない音楽を出す場所が欲しいねみたいな話をして、もう全然じゃあ他のところでやってるのとはもう全く違うことを実験的な感じの、もともとは僕なんかソロやりたいなと思って、映画のサウンドトラックみたいな、おお、なるほどね。でそこからまあちょっと発展してバンドメンバーと2人でユニットみたいな、うん、だからバンド活動の合間を見てちょこちょこ少しずつやっていきたいなって思って。いや、そういうのって大事だと思う。大事よ、やっぱり。でそういうのって、なんかね、自分の画を 100% 出せる場所って絶対あった方がいいよね、やっぱね。そう、趣味とか好きなことしようするの一番。いや、でもそういうのがね、素晴らしいと思うけどな。めちゃくちゃ各自すげえアクティブ。ね。っていうの。それはなんか。自分のすごくやりたいものを出せる場所を持ってるからこそ、うん、そういう人のバンドで、うん、人のやりたいことにこう、100% 添えることもできるので、いや、それめっちゃわかるな。人のね、そのリクエストに応えるっていうまた違う脳を使うのとは自分のやりたいことをやるっていうことですよね。そうですね。おい、いや、すごい、めちゃめちゃクリエイティブですよ。情熱大陸かな。情熱大陸で、ちょっとそのうちね。違う。ボケるね、今日。やめろ、ボケるね、ボケるね。こっぱずかしい。はい。で、チャンス君は、いや、これやってみたいみたいな。どうしよう、なんか、その二人でみんな、俺の高いこと。意識高い系だからですね。キャンプしたいです。キャンプ、あ、いいじゃん、キャンプ。キャンプもいいやん。キャンプしたい。明日にもできそうだけど。今すぐ帰ってキャンプしたい。実際どうかあんすか。あ、ありますね。え、どこだった、どこ。僕はね、いっぱいキャンプ場自体はいっぱいあって、
まあ、僕、なんか2年前ぐらいに始めたで、なんですけど、とかシャコダンっていうキックをやったり、チラオイっていうキックをやったりして、なんか川のそばで、電気もトイレもないところで、キャンプしたりとか。そんな何人かで、あ、そうですね、まだ一人でとかはないと思って。一人怖いよ。いや、怖いそうか。熊に。あ、熊がいるのか。熊出たばっかだもんね。あ、そうですね。昨日もなんかニュースでやってて、札幌の市街地に決まって、札幌ね、で熊と裸の変質だと忍者だ、何それ、一日同時に情報多すぎるから、先月でしたっけ、先月熊と前座と忍者メンバーに刺さるよ、一発に落として売れる感じですね、ジャケットとかですごい情報は多いからね、キャンプいいじゃないですか、そのうちメタルキャンプとかやったりですか、メタルキャンプってフェスありましたよ、今名前変わった。あ、そうなんですか。あの、一回行って、スロベニアであった、メタルデイズ。それこそ一週間やってて、この川沿いにあって、みんながテント、キャンプ張って、で、日中はみんなそこで水でパチャパチャ飲んで、夕方、夜からライブ、朝まで。あ、楽しそう。めちゃくちゃ楽しそう。日本でやりたいです。やそうそう。オールナイトのね、野外って、あんま、あれ、フジロックって何よりもやってるんですか、フジロックは、でも、やってんじゃないんですか、朝まで。知らん、そういうでっかいフェス行ったことないんで、フジロックは俺は意外フジロックなんか、そのギア銃が集まる、ギア銃が集まる、ギア銃だね、はい、じゃあ、今日なんかいろいろ、はい、グッズがあるということでちょっと紹介しつつ、はい、T シャツ、これ CD 発売中ということで、うん、T シャツ、おあ、おしゃれ、おしゃれ、ただ、待って、まだ髪が長い時期だ、全員長い、全員長い、もうなんか珍しい、メタル T シャツなんかおしゃれだな、これ書いてあるでしょ、書いてない、書いてない、間違った書いてある、絶対言うでしょ、言う、はい、ノーメタル、ノーライフ、はい、ね、はい、なるほど、ノーミュージックのライフ、おしゃれ、はい、これは販売中ということで、これは販売中で3500円、はい、SMLXL、 おぉ、それぞれに書いてあります、おぉ、はい、あ、パッチね、パッチ、おぉ、パッチは、はい、発売しているということで、なるほど、チェックしてください、これが旧ロゴ T シャツ、あー、なるほどね、ちょっとなんかあれだな、昔のエッチじゃないですね、エッチではないでしょ、エッチじゃない、エッチな、そう、セクシャーなピンクだからね、リストバーン、リストバーン、はい、全部オフィシャルホームページで買える、はい、はい、買います、買いますよ、素晴らしい、旧ロゴシールも、あー、その件がアネアス、アネアスだ、はい、はい、アネアス、アネアス、これは何、クージー、クージー、あーあ、ポーン、あーポーン、ポーン、あ、これ、これ、夏でポーンはやばいと思うけどな、なるほど、ね、あ、すげえ、めちゃくちゃ発売してキャンプとかに使いますよ、これ、あー、でも、押してきた、押してきた、押してきた、提案です、押してきました、ぜひ作ってくれて、もう大輝くんにお願いして、はい、なるほど、これは確かにあんまね、売ってないし、キャンプグッズちょっとあるかも、いや、そうなんですよ、キャンプグッズ作っていきたいですね、なるほどね、あ、いいかもしれない、これ買うの、エプロンとか、エプロンとか、なんか火起こすやつ、あ、そうですね、あ、斧とか作ります、斧、斧、クマ倒すためのね、クマの情報入り斧とか、なるほどね、話題にはなると思うね、そうか、虫除けスプレーのね、そうですね、CD ショップとか、なんかよくバンド初回限定何つけますって、はい、意外と使わないんだよ、携帯拭きとかつけてくれて使わない、ね、使わない、なんか全然いらないもん、使えるもんを、そう、ね、斧、斧だね、斧を使えるもんといえば CD に斧ついてる、店に置きづらいぞ、斧ついてたら、まあ斧が届いたら、ちょっと斧、おエイシュズハイもうさ、振りみたいになっちゃったからフォーメーション出来上がっちゃった再生数伸ばすためにとか、はい、あとやっぱいろいろ見てもらうあれとして、やっぱ1個大事なのが、もう視聴者プレゼントが大事と思うんで、そうなんだ、ちょっと T シャツを1枚ちょっと、はい、プレゼントしたんですか、今回応募で私の DM メール、まあ見たよって DM くれた方に、前も見たんですよ、前のポスターを、はい、DM プレゼントで2名の方だったんで、そういうのを盛り上げていきたいんで、送っていただければプレゼントしちゃうんだ、しちゃいます、あら、はい、太っ腹、はい、いや、じゃあこんな感じでね、はい、まずライブっていうことで、はい、時間をいただいちゃってありがとうございます、皆さん、ありがとうございます、はい
というわけで今日のゲストは北海道のメダルアリアスでございました。